緒の使ってた、さっき。あ、嘘、みんな一緒一緒だそうです。強い人が好きなの。新発見。米粉で代用したりとか。試行錯誤あるのみだと思ってたから、今この話聞いて、え、何それめっちゃいいってなった。ベッタベタになります。皆さんこんにちは、エリカです。セラです。今日は2人でビューティーの撮影をしたので、一緒にビューティーのトークをしようと思います。イエーイ、イエーイ。ビューティートークだって、何話すの？針と家でエンピシンと、あの直接貼れる回路、肌に貼れる回路。しんどい時ってなんか筋肉痛すごくない？なんか首肩の凝りすごいじゃん。それは5から8時間使えるやつ、あの回路は。肩痛いとか、足痛い。ずっとストレッチポールに出てる。あ、なんか何かをつけたりしないで、とにかく休養するかもしれない、うんうん。ストレッチポールここにあるとさ、こうやってグリ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 ってやるやつ。わかるわかる。なんか私は最近、小麦粉を結構本格的に抜いてて、なので米粉で代用したりとか、結構米粉のパスタとか、うん、うどんとか、ね、あとフライとかも米粉で揚げたりとか、本当に結構ガッツリ抜き始めてみてて、それを結構意識してますね。なんか外食結構きつくなりました、うん醤油はちょっと、調味料系はさすがに抜けなくって、なんで主成分のもの。変わります。まずむくみと、あとお腹の張りが、あとは肌質。そうですね、多分。でもなんか私もグルテンフリーやってたけど、なんかやりすぎて、うん、なんかたまに食べるグルテンがめっちゃ気持ち悪いじゃん。やばいじゃん。でそれでさ、なんか体壊しちゃう。自分の好きなことできるのめっちゃストレスじゃない？めっちゃストレスね。どうすればいいのこれ？なんかでも結構本当に米粉で代用できて、そんなに味変わんないのが意外と多いから、自炊だったら、うん、あの代用できる。代用しても食べる、うん、気持ち悪いのも一旦もうそこはもうしょうがない。なっちゃったらもうなっちゃったらしょうがない。なっちゃったらしょうがない。次抜きすぎると私もそうなって、うんうん、ちょっともともと好きだから、うんうん、たまに入れると本当に大変、うんうん、そうだよね。私なんだろう、自炊とか、あといっぱい食べたらいっぱい食べる日を連続しない、うん、なんかちゃんと消化させる、そうそうそう、調整する。それを連続化するとやっぱこうどんどん消化できなくなって溜まっていくなって思うから、それをちゃんと消化してあげるような、胃腸を休める時間をちゃんと作ってあげる。どこ？私鼻まっすぐ綺麗。いや、これ曲がってて。どういうこと？骨折したことあるんですよ、鼻。だから曲がってるんですけど、それでも戻った鼻が好きですね。どういうこと？どこが曲がってる？あ、ここが、あ、ここがってことか。そう、ここが曲がってるんですよ、ちょっと本当は。ここからだとそうだけど、でもここからこうはずっとまっすぐじゃない？まっすぐ、ね、完全にもう横に曲がってて、騎馬戦でやったんですけど。いや待って、理由めっちゃおもろい。でも起きたらまっすぐになってたんですけど、マジのまっすぐには戻んないんで、まあ、今の花を愛そうかなと思って好きです。あ、じゃあ それまではここのポコっていうのなかったってこと？なんか、そうなんだ。私、まつげ結構褒めてもらうこと多いからまつげかな。あんまりなんかこう何パーマかけたりとか、あのまつエクしないようにとか、地まつげを育てるようにしてる。中華美女の顔大好き。もうなんか普通に典型例ですけど、うん、アンジェラベイビーとか、ああいうなんかもうドーン綺麗可愛いみたいな大好きです。好きな顔とかある？私マジで好きなのは猫っぽい、なんかちょっと目とかが。
コメント見るあの、イッチのイェジさんがめっちゃ好きです。え、ヘリンとかも結構猫目じゃない？めっちゃ可愛いよね。わかる。私の場合は鎮静かも。結構赤み出やすいから。あるんだよ。ハーブトリートメントとかタラソトリートメント私めっちゃやってるんですけど、それやると超良くなります。これでしょう。結局でも保湿ですね。私めっちゃ乾燥肌なんで、洗顔とかクレンジングも洗った後に突っ張らないやつ結構こだわって探して使ってるし、あとはお風呂から出たらもう着替える前にパック貼ってそっか着替えてでスチーム浴びてやってますね。で化粧水はパックの上からとりあえずあのビシャビシャ使えるやつをまずビシャビシャやって、うん、パック終わってある程度浸透したらいつも使ってるラインナップの化粧水クリームあと最後なんかレチノールとか入れてでベッタベタで寝ます。ベッタベタのテッカテカで寝てます。なんかそのラインの使い方がそれの順番ですね。一回皮膚科に行って、なんか私は肌年齢とかその将来出るシミとかそういうなんか全部もう見てもらって、すごいすごいマジでビビるんですけど、そうです。で、もう顔で出るんですよ。顔にのここら辺にシミが出やすいとか、ナイスが面白い。あとなんかそのシミの種類とかもいっぱいあって、紫外線とかだったりとか色素沈着とかなんかそういうのも出るやつを一回やって、お医者さんに自分のその肌質相談して聞きました。合うやつ。すごい。これ多分一番の正解な気がする。まだ出てないシミを防止するために止める方法はいっぱいあるんで、なんか内服したりとか。私試行錯誤あるのみだと思ってたから今この話聞いて、え、何それめっちゃいいってなった。最短ルートだから無駄がないって感じ。確かになんか人がいいって言ったやつはとりあえず試して、うん、なんかその信憑性を確かめたい。でもそれで言うと髪の毛は確かにわかるかも。髪の毛はやっぱちゃんと手入れした方がいいなってはやっぱ思う、うん、年齢もやっぱ出てくるし、髪の毛綺麗な人だとなんか振り返っちゃう。私今の人めっちゃ髪の毛綺麗みたいな。だからなんかさブリーチしてさマジでずっとまっすぐのさブリーチの髪の人って何言ってるかやな。しょうがなくないって私思っちゃうんですよね。その気持ちもわかるんで。やった？あ、そう、やった。で、カウンセリングして、うん、なんか、あなたはこれやるとこけるからダメって全部やりたかったやつ、ノーされて。そう、だから、オリジをやったの。そしたら、なんか逆になんかこう、めっちゃ張りは出たんだけど、むくんだ。引き上げてくれる。だから、ふっくら感欲しい人にはいいのかもしれないけど、なんか別に自分はいらなかったと思うってなったら。やってないです。で絶対痛いよね。なんかみんな痛いの嫌いじゃん。痛いの大嫌いなんだけど、うん、みんな、知り合いの、方が行ってなんか痛いって言ったけどまた1ヶ月後に行ってるからなんか痛いながらも綺麗になれるのかなって。んー、そんな変わるんだ。それで言うと何だろう、私推しの色に髪の毛してウィンドブレイカーってアニメがある。へアニメ、そうアニメで、そう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 、赤紫、赤紫の色にしました。それはなんかめっちゃモチベ楽しいし、なんか、はぁ、これで生きてるってなる。スオ、スオくんです。覚えてね。スオくん。スオくんです。ウィンドブレーカー。うん、ヤッキー。え、ボコボコになってないから一回も。強い人が好きなの。新発見。なんでなんで、強い人いいじゃん。どう、なんかある？なんだろう。あ、でもなんかちょっと前まで、3日前ぐらいまですごい派手な赤かだったけど、ちょっと落ち着いたトーンなので、なんか気持ちも落ち着いたから。落ち着いたの。
そうですね、なんかこう激しく行きたくてよく乾かす。あーでも大事かも。なんか本当にあの美容師さんとかに乾かさないんだったら洗わない方がマシって言われるぐらい、完璧に乾かさないとめっちゃ痛むらしくって、そうだから本当芯まで乾かすのに一回普通のドライヤー使って、最後あの櫛が先端についてるなんかこう溶かしながらブローできるみたいなやつ、それでしっかり一本一本全部乾かすように。そうなんだ。ちょっと雑だったけどでもあの高いドライヤー買ってなんか気持ち一緒の使ってた、さっき。あ、嘘、一緒だそうです。なんかアウトバストリートメント使ってちゃんと乾かす。リケラエマルジョンっていうあのミルク、そう、それも美容師さんにおすすめされて使いました。めっちゃいいですよね。うん、私もブリーチしてるけどなんかそんな中切れたりとかしないし。そっか、ブリーチしてた、ずっとハイトーンだ。そうだよ。自己満。その通り。自分がテンション上がりたい、それだけ。自分がどうなりたいかとか、その自分の悩みをどこまで向き合うかとか解決するかとか。で、その肌が綺麗になって化粧のりが良くなったとかも、多分他人から見たらそんな分かんないことなんですけど、自分の気持ちは上がるんで、とにかく。自分のためにやってますね。その通り。うまくまとめてくれました。でれーん。なんかさ、私のイメージでセイラとめっちゃカジュアルなイメージがあるね。なんかこうスポーティーとかカジュアルなイメージがあるから、なんかこうもっとこうシックな感じとかハイジュエリーな感じをビビがやってくれたらいいなって思って言ってみた。どう？どうでしたか？私めっちゃ好き、うん、なんかこの髪の毛がピチってしてるの可愛くない、うんね、確かになんか新鮮な感じで盛れました、うんうん、ね、可愛い可愛い。あとなんかさ、なんだろう、唇の色がちょっと明るめ、トーン明るめじゃない、ね、珍しいって思った。めっちゃ可愛い。可愛いこれ。私は今回は囲み赤、うん、リップをちょっとしていただいたんですけど、うん、エリカちゃんに。なんか普段ドーリーなガーリーなイメージがあるので、ちょっとこうバキッと強い感じ、うん、めっちゃ可愛かった。嬉しい。確かに自分でメイクするときも甘いのが多いからめっちゃ新鮮だった。これ普段囲まない、うん、囲まない、全然やったことあんまりないから。ビビの企画とかだったら何回かあったけど、やっぱさ自分に何があるか分かんないからさ、うん、だからこうやって誰かにこれやってほしいって言ってもらえるのめっちゃありがたい ね、 ね、めっちゃありがたいです、ねね、新たな自分が、ね、見つけられた気がします。見つけられました。Yes。 ビビ、私は干し芋を食べます。干し芋大好き。大食い動画を見て水飲みます。中白子前お花見に行きました。献上するようななんか桃めっちゃ嬉しい。でしょ。強い人、優しい人仕向けるって言うの？仕向ける。違う違う違う。こっちからね、誤解を言う。